早速1回戦目の対局スタートです。うん、もう初を積もりました。堀初といといテンパネですね。1300、うん、シャーチャーですね。あ、ごめんなさい、初シャーといといですね、うん、2400は2200、4200です、はい、これで暇が、うん、本当だ、戻ってきた。ローマン積もりました。宮崎高い方、リーチピン普通も3色ドラ裏3600です、うんうん。スーワンギーが良かったですよね、はい、そこでね、C1 とか来て多分もうリーズもドラウラ、まあ漫画にはなってるんですけど、はい、はい、そのシャンポン勝ち、あー、三層持ってきちゃった。ホリーの上がりです。1通ドラ1、5200です、うん、そしてこれ宮崎テンパイできない場合、できないです、できないですね、できなかった、できなかった。松本宮崎の着順が入れ替わります。はい、はい、はい、積もりました。堀、単葉ドラさん4000オールです。はい、もう3枚投げたら勝ちみたいなもんですね。はい、はい、あのさ、3枚いますけど、これは絶対ちゃうヤンゾーださあ、堀の一人転敗となりました。松本さん、何にヤンゾーを書いてみるんだよみたいな、うん、むしろ悩まずにやめれていい場じゃないね。そうですね。あ、積もった。ウーピンを積もった宮崎、リーチピン普通もドラ。裏は乗らない。2600は4本場ですね。うん、3000オールです。はい、嬉しいですね、これ。うん、大きな上がり。うん、まだ上がれない。そうそう、積もですね。折り単品積もドラ3、はい、3600です。は、3500、6500の積も上がりです。ドラ切ってたね。闇天で跳ね回る。うん、怖しかも地味に5本場大きいね。そうですね、1500点プラスだからね、はい、果てしない。あ、でもリアマン出た。リアマンだ。松本の上がりです。リーチドラ3、うん、8000点です。はい、テンパり直しちゃった。そうなんです、時間パートでテンパり直したところ、ナイス、チームの積もった堀の上がりです。各本一テンパネ2600オールです。これ大きいですね。これも EP も切らない。そうですね。さあ、宮崎テンパイリャンマン待ち、うわ、ドラさん乗った。新ドラ言いそう。ナイス、なにこれ、こっちゃやん。ハクリンちゃん笑っちゃってるじゃん、自分。ハクリンちゃん笑ってなかったいやでもちょっと嬉しそうですよね。嬉しいでしょう、こりゃ。2400になりました。2100、4100のつま上がり。周りの町はスチソロウソウ。あー、難が打たれて、これ指紋ヒポンできますね。ポンすると裸短期、そしてこれツーマンを切らないとテンパイではない。ツーマンポンしてますからね、自分で。ただ3ピンも振り点で3枚見え、3ピン切ったら次何か持ってきてツーマンを果敢できます。さあ、下石はこのウーピンも振り点ですが、どうしましょうね。数万を加冠します。まずシンドラ見ましょう。シンドラは9ピン、場に3枚見えてますね。わあ、そしてリンシャンからチーソー持ってきた。これは堀の当たり牌です。チーソー王獣だ。堀がチュン本一テンパネ5200の上がりですが、これはこのまま進むんでしょうか。オーラスになります。おや、ね、松本さんにお、あ、チャンス。これは松本の当たり牌。これね、ポン出し、ヤンマンポン出しが三増で、ウーソーツモギーの後チーズシ、あ、ポン出しチーソーなんですよ。スーピンがパーソーとチーディアンドのシャンポンって読めてもおかしくはない、でも実際自分の目から今薄ワンワンは通るんですよね。はい、あ、行った行った。松本流り単野をといとい、はい、5800です。これチーソーつきますよ。で、泣くか、泣いた、泣いて、で、ドーピン短期だ。はい、やったー、やったーってやってる松が。やったー、持ってきたーって
さあ、折り紙ピンタンキー上がりました。線は1600上がって、この発車終了です。トップ松本。ああダメだ、これは3ピンだ。はい、しもし上がり、リーチピンフドラドラ、8000点です。久しぶりに上がったの見たね。本当ですね、しもしさんね、なんかド派手だけど5200しかないですね。うわー、すごい積もった。しもしシャーホン1テンパで1300、2600です。いやこれね、しかもね、トップ上の親はね、親かぶりさせたっていうのは非常に大きいですね。ナイス！そう、松本つまがりです。リーチピンフツモイーペーコ、1300、2600です。大きい。ナイス！はい、堀がパートつまがり、単葉ドライチは500銭。日本馬で700、1200のつまがりです。うん、対局を開始したいと思います。9万がバニーに巻きられている。山4枚ありますよね。あーこれでもローマ引いたよ。ローマ引いた、タコも天杯。これ行くか、ドラ受け、メンタンピン、高め単品ドライチ、サブローピン、どっちにも通ってないけど、どっちも通ってないです。これでも2人に通る範囲ないですよ。一応、ウーピンが3枚目なので3ピンがワンチャンスといえばワンチャンス。なら3ピン切ってリーチといきますか。どうですか、タコさん。ていうか9ピンが2人とも通ってローピンにリーチですね。ローピンになりました。はい、なるほど。2人とも9ピンが通ってる場合はローピン切った方がいいですね。受けが出てきにくいと。うん。うわー、タコさんだ。一発だ、タコの上がりはチースマでした。タコの上がりリーチ一発ピンフ。裏1倍8000は8600の上がりとなりました。須田さん激痛。激痛ですね。吉田ソースでメンツができました。ドラタンキの天敗ではあるが、これリーチをするとイースチーマンサブローマンリャンマン、うん、行きました、リーチと行きました。広さが許さないとさすがにね、町のね、はい、さあ吉田のリーチ、町がイースチーマンサブローマンリャンマン。さあローソーいるぞ、積もった、角谷の上がり、単4、3色ドライチ1200の上がりとなりました。リアンソーここに来た、いったわ、角谷、これが宝珠となりました。コーナー上がりリーチ単葉ドライチ、裏なし7700の上がりとなりました。うん、安全牌がないんでストレートにいった感じですね。ってことはウーマンか、あ、頑張れない。あー、つながった、これが吉田の上がりとなります。初ドラさん8000点の上がりとなりました。白ドラさん失礼しました。何チーピンだ、これは自身で通した数ピンの筋。吉田の上がりリーチドライチ、浦さん、浦さん、浦さんだ。12300の上がりとなりました。いやもうこれはタコさん自分で開拓したんでしょうがないですね。はい、数ピンを通してしまったがゆえの宝珠となりました。そうですね、アーパーマンだ、はい、これは街を変える可能性もあるね。どっち、どっちもある。あ、そのままいった、これは角谷の上がりリーチ単葉ウライチピンフです。メンタンピン、あ、ごめんなさい、失礼しました、メンタンピンウライチですね。8000は8600流れとなりました。ちょっと一発つも、リーチ一発つもドライチ、裏話4000オールの上がりとなりました。リーチ判断がバッチリ、これも外してたらえらいことでしたよ。つもドライチになっちゃってますもんね。いやいやいや、もうは天杯外す、つもぎり外して9ピンギリの天杯ヘトラズがあるんで、はい、ああそういうことですね。そう、外してたら今ここで一発ストリーチでしたね。もうえらい違いですから。4000オールの上がりとなりました。チーマンが選ばれた、これが他校の上がりとなります。リーチドライチウライチ7700の上がりとなりました。激痛、裏が大きいですね。この裏は大きいですね。でこれ高校もパーマンから山引きたいの、そんな止まんないよね、止まんない、止まんない。ここは他校の上がりとなります。初1000点の上がり、角谷が宝珠となりました。もう3人転敗、あー嘘でしょ、嘘だ。さあ吉田の
リーチ一発、裏は乗りません、2600。これは角大さん辛すぎる。これは辛い、さすがに。嘘だ、これは吉田の上がり。さあ、ダブトンドライチ5800の上がりとなりました。5800でかいですね。8000リードしているところからの5800、大きい。もう4万点だ。はい、角谷は苦しい。どうだ、うわー、止まった。白本一1300、2600の上がりです。これで吉田を追撃ですね。はい、大丈夫ですか。嘘もあるよ。あ、待って、嘘っぽい。嘘だ、止まった。リーチツモタンヤを裏が乗るかどうか。裏は乗るとタコさん2着。乗った。さあ、2400は2100、4100の上がりで、こちらタコがまくります。体力、ね、うわー、積もった。リーチ一発のピンフ、裏は乗りましたね。乗りました。ドラもあります。3000、6000の上がり。さあ、積もった。リーチ積も吐く、裏は乗った。さあ、2000、4000の上がりとなりました。裏です。裏一大きいね。裏一が大きい。リーチ行きました。カンチーマンのリーチです。タコ、ジュンカラちゃん、ジュンカラちゃん、これチーピン押すかどうかですね。いったー、吉田のリーチだ。カンパッソ、これは高いぞ。え、しかもこれ、はい、タコさんの現物で吉田の筋ですよ。とんでもない。9万なし、ローマン2枚。さあ、追っかけリーチです。角谷69万、ローマン2枚対パーソー2枚。須田がパーソーを吸収すれば、うん、ピン。4軒目行く。さあ、今3軒リーチを受けている須田です。4軒目のリーチに今行こうとしてる。 C はドラさん。さあ、リーチときました。3層とパーソーのシャンポン待ちです。3層とパーソーはパーソーが1枚ですね。あ、ローマン1枚、パーソー1枚、見えない。どうなる。ローマン1枚、パーソー1枚。さあ、あと2枚。ローマン1枚、パーソー1枚。4軒リーチ。どうだどうだ、全部アッパイなのか。まさか、まさか流局。なんと、さあ、4人リーチの流局となりました。もう残り2枚、全部ワンパイに。ねえ、ですね。タコ、あ、タコ面白い。ハツハツチュンチュン、ハツが1枚。え、なんかみんな面白そうですね。あ、待って待って、来た。ちょっと三元パイが、ちょっと、あの、はい、静かにしよう。静かにしよう、静かにしよう。大げさに行き過ぎないです。かしこまりました。これでも、ピンズのポイントとかも、ねえ、見つつ第3ゲー上がれたら嬉しいなって、うん、いきますか、ね、やった。もうそ、おお、1個アンコになった。これ大きいぞ。これローマン切りで、うんうん、次どうするかですね。1個出た時にね、はい、とりあえず一旦テンパイ取る手もあるですね、はい、うん、どうだ。え、待って、これ何、面前の小三元テンパイだね。どうする、小三元にするんですかこれ。想図、私めちゃくちゃ想図切りたいですよね。えどうするこれ、どうする、これタコさんどうするの。ただタコはね、今ポイントも持っていて、チーピンか。あ、チーピンだ。なんならウーソーも山なのよ、このまま。え、待って待って待って、高め大三元の転売、面前大三元だ。はい、これ山点です。これチュン掴んだ人死亡だね。死亡です。どうなるタコ。待って、その前に積もっちゃえば。あ、積もるか、積もるか、はい、積もるか、はい、つも小三元、三安光、小三元、初白、すいません、順番が3000、6000は3100、6100の上がりです。なんかとんでもない顔してたね、はい、今とんでもない、みんなとん、全然大三元の天敗、みんなとんでもない顔してたよ。そっちでも跳ねまんかよって感じしません。いや、そっちでも跳ねまんかよだし、はい、もうそっち上がるの。それでリーチがなかったら、いやでも上がるか、上がるね。3曲はね、いろいろありました。一礼して1回戦スタートです。そうね、あー、積もりました。自分で仕上げたリーズも3色、裏1、4000は4400オールです。いや、嬉しい。
お転売だ。これは行こう。さあここで真田がぶつけました。リーチ単野を引いていこう。換算層です。悪くないですよ。いた、出た一発だ。リーチ一発、単野引いていこう。真田追っかけで即捉えました。8000は9500点です。大きいですね。ここまで上がりがなかった真田、これは非常に嬉しい上がりとなりました。さあここはちょっとしょんぼりでチーしたということは、残ってる役がいっぱいあるもんね。ナンストライクです。真田が仕上げた。これはやられた堀。ダブナン本一の8000点、真田2度目の大物手。この2局で一気に躍進です。役ないですもんね。タコの手流局の詰まりました。大勝利です。こちらでした。役本一2000、4000のつも上がり。ここは堀が意地を見せていきました。ローピンも山に1枚残っています。全員転売。チュンだ。タコの高めです。リーチチュン、ウラウラ。すごいタイミングで乗ったウラウラ。8000点。タコリーチ対決を制してウラウラのご褒美までやってきた。堀からの上がりです。真田大ピンチ。何万？3万じゃん。天才、かっこよ。小さな天才、ここで炸裂しました。リーチ一発、単葉チート一は8000は8300。いやこれはすごいですよ。梁蔵トイトー投手のところで3ピンも打ってないですからね、うん、で最後の3ピン重ねて、そう、梁万と3万の2択もくぐり抜けて、うん、いや怖いよ。梁万積もった。高め。そうなのです、天パネするから高めなのです。リーチツモドラ1は1300、2600。タコも生きた心地しなかったでしょうね。そうですね、涼そうだと。そうですね、2対3、シャンポンの方が多いです、うん、須田さん、国士天敗まで。真田は1000は1300上がると供託が2本で、乱走これ上 上がりますね。乱走だ。おお、上がりきったのは真田円樹です。最後は単野を1000は1300、そしてこのリーチ棒分が全部入ると須田をまくります。須田ラス。全方向に安全します。どうだ。おお、結果で答えていく。リーチ一発つもドラ1、2000、4000。うーん、強いですね。よどみない、はい、だって1巡前までさ、あれ3ピン引いたらリードみだったわけじゃん。つもった。お見事、リーチつもドラ1。裏ドラは乗りませんが、テンパネします、はい、1300、2600のつも上がり。これですね。あ、2600ホールのつも上がりです、はい、これでちょっと抜け出しましたね、うん、やっぱ2600これ大きいですね。うん、全員と1万400点差がつく、うん、反浪6級ピンは通ってるもんね、うん、3ピンも通ってるから、ほんと浪ピンがシャンポン、シャンポンないでしょ自分の。だから反浪ピンがあるかどうかだけか。いや、そこの精査に入っているか。多項だけあるのかね、現物の貫禄ピンで2軒目来たから。天敗取った。三層短期、これで全員天敗です、はい、残り2枚、山は残り2枚でした。ここで最後に何がいる。何もいない、うん、堀も最後天敗取り切って全員の手牌が開かれました、うん、お見事でしたね、うん、お見事、はい、全員の選択お見事でした、はい、流局だけでも、だけども非常に芸術点が高い、うん、そんな曲ではないでしょうか、ね、あー、シートだ。あ、ここでタコの上がりです。単葉ドラ1、供託泥棒はタコでした、はい、2000は2300プラス、はい、供託堀のリーチ棒分も合わせて4000点分入ってきました、はい、これは嬉しい、嬉しいですね。チートドラドラと一緒ですからね、はい、
ジ小山のスーチーマンかいくぐった先にフリテンローソーツもレイチツもピンフ3色裏1枚乗ってますね、うん、3,6000 それはもう大きいところの騒ぎじゃないですね大変だ、はい、山陽ドラドラのテンパイ入ったらあー入ったら入ったら妄想が出ていきます砂の上がりですリーチピンフードラ裏1嬉しい8000は8300これはでかいですねうん久しぶりに砂に気持ちのいい上がりが出ましたタコもね、ハットをポンしてる場合ではありません、はいはいはい、自ら積もりました、うん、リーチ、ツモ、ピンフ、ドラ、ウラ、嬉しい、ウラ、1万2000円4千だこれ、もう四つどもえ、わけわかんなくなっちゃった高め1つ、高め1つもうダメ だ9万当たる、なん、本一、ドラ1、8000点4人集合した状態から抜け出したのはタコ、宝珠に回ったのは須田です。一回戦開始となります。チャンピオンスッピもしょんぱいなんでポンもしやすいかもしれない。とに手がかかったこれが当たる松本の上がりです。うん、リーチイーペーコ裏はなし2600は2900の上がり。はい。カンサンマン、はい、スーマン積もった下押し流りリーチ一発ツモピンフですかね、はい、裏乗りました裏乗りました2400ですね、はい、いや安めだったね安め一発まだ跳ねまだついてないですねこれはこれついてないんですかついてない今日はちょっと危険信号発起のは決まってるんです、ね、積もりました宮崎残り少ない数ペンリーチ積もウラさん来ました4100ウールてんだとなるほどはい、でも今日たく持って帰ってた積もった松本の上がり、うん、リーチツも太陽ドラ1 2400は2400はい、今日たくさんもついてきてかなり大きい上がりですね大きな上がりとなりましたここまで苦しかった松本、はい、大きな一上がり積もった松本ツも上がりリーチツも太陽ピンフ、うん、裏話1300、2600は1500、2700でかいですねこの上がりはいや、はい、大きな上がり決めましたなんだったら3、2、3、1詰まった渋川の上がりリーチツモチートイツ裏はなし1600、3200の上がりとなりました、うん、読みバッチリですねおや1200オールですね親でした失礼しました、はい、読みバッチリ素晴らしいですね素晴らしい、はい、もうないんでまっすぐドラドラだしあーこれいいスーピンテンパっちゃったよタイミングいやこれ下石から出る、うん、松本の上がりリーチちゃんた一発ですリーチ一発ちゃんとですね8000流れとなりました、はい、大きなあの手がすぎるいやもうなんかちょっと見落としてたぐらいだからねあの手が面前で仕上がって満貫の上がりになりました小山の小山積もった渋川積も上がりピンフ積も一気通過ドラ1、うん、大きな上がり出ましたね2400の上がり小山はすごいうわこの順目の小山ですもんね3枚になりました一発ツモ松本のツモリーチ一発ツモ3アンドなんうらうら倍満だ4000、8000 4200、8200ヨガヨなら残2だからねいや本当ですよね2連勝来るかまあまあ浮き少ないですからね何もてか詰まったおそっち高い方すごいリーチツモ単用裏も1枚2400やり返したこれ裏1で漫画になることあるんだいや本当ですねあんな数層積もるんですか、ね、数層なんてどうせ無理だから一発しか興味ない言ってましたよねさっきずるいなみんなずるいベルカもいや松本も結構危ない危ない危ないあー出たこれが宮崎の宝珠となりますチュンドラさん8000点の上がりとなりました大きな上がりドンパツから出ましたあーなんでもパーソー宣言杯だからちょっと嫌かなあーなるほどカンパーピンも嫌だしパーピンになったこれは仕方ないですね松本の上がりリーチイーペーコー裏は1枚嬉しい5200いや1枚嬉しいけど下石通行下石分けきついやきつほんと今日あれだな下石の日じゃないですねパーピン、うん、積もったー
下石の上がり、リージツも吐く。うらはーん、嬉しい。2戦4戦で上がりとなりました。これは松本がきついです。本当だ、うん、ひねり出すか。9番になった。松本の上がり、リーチ、ダブナン、裏はなし。5200は5500。いった。さあ渋川が松本の当たり牌を吸収してリーチといきます。これ渋川強いですよ。強いですね。三蔵一発だ。休めとはいえリーチ一発ピンフ。ドライチ8000は8300プラス3000点。大きな上がりになりました。まあできる。これ宮崎が降りないとなった。あすごい、高め止まった。渋川のツボ上がり、リーチツボ3色ドライチですね。2000、はい、4000の上がりとなりました。さあどうだ、詰まった。宮崎のツボ上がり、しかもドラドラの方、リーチ単用ツボドライチ。2004戦は2100、4100の上がりとなりました。ドラマチックチャレンジ成功ですね。大成功ですね。 いくら危ないと思っていても、うん、で積もられたらどっちみちあれですから、もうしょうがないですね、はい、ここで数ピンを切ってリーチといきますが、はい、これが宮崎の当たり牌、リーチ単用ピンフ3色。渋川助かったね。はい、8000点の上がりとなりました。早速1回戦目対局スタートです。この1局から単蹴り、そして野菜が一発で積もりました。リーチピンフ一発積も、裏は乗らない。1300、2600の積も上がりです。強い。さらにリーチ棒も2本ゲットです。大きいですね。大きいですね。あ、いった、嘘だ、嘘いた、勝負だ。だが当たる。リーチ単蹴、2600は4本歯ですね。3800です。すいません、掛け算と足し算が同時にできない体で。スライドしていける、違うんだ、これ難しいのよ。3層1枚切れ、イースト短期もあるけど。クロスチェンジリーチです。矢島サブローソーでリーチ3色完成。めちゃくちゃ偉いじゃないですか。え、クロスチェンジリーチ言ってあげたことが言ってあげたって手配に4枚、ただ上がったのは浅いです。ペイワン君して転廃しておりました。何本一転廃で2600オールです。実らずか。いろんなことがあったこの 2,3 順でした。そうだね、クロスジェンジのせいでちょっと解説逃してるんですよ。浅井さんのね、浅井の転廃とかヤンマンもすっとね、バチンと押してますからね。浅井さん押してたし、はい、積もったのは浅井が積もりました。リーチ積もドラ、天パで1300、2600積も上がって、このハンちゃんトップは浅井。お見事。あ、いた、一発で積もった、嬉しい。私だ、リーチ一発積もドラ、裏ない、裏は乗りませんが4000オールの大きな上がりです。うわ、これめちゃくちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいですね。4100オール、ちょっとまあ、積もった際、リーチ、積も3色、ウライチ。あれ、私、救済じゃなかった。ウライチ。ウライチですね。4000オールです。ウラウラかと思った。ちょっと思いました。やりすぎそれ。一発です。うわい、一発でイースを積もりました。ウラなんて乗っちゃったら大変なことに乗っちゃわない。リーチピンフ一発積もドラ、2400のつま上がりです。気分いいですね、うん、こういう上がりをしないとマージャンって勝てないんだよなっていう気持ちになる。ないない、絶対全然なんかないから困ってるんですよ。うわー、そうだよね。吉野の上がりです。リーチ、リーチ裏、2600です。吐く忘れてた、ごめんなさい。リーチ吐く裏です。5200、5500です。かしこまりました、はい、最近真似する人いてちょっと。あ、そうなんですか。あ、一発出た。これがウーマンのパワーですね。これはもう手順上手でしたね。はい、矢島流り、リーチ一発ドラ、5200です。うん、ヒルもないね、筋しかなかった、現物がなくて、は
うん、あ、掴んでるじゃん。あ、掴んでる、本当だ。こんなの止まるわけがありません。さあ、裏1同着トップ。裏におらず。矢島2000点。さあ、スッチーピン減った？減ったね。減りました。矢島が1枚持った。スッチが掴んだ。 Gピン浅い流れです。リーチピンフ裏がリーチピンフドラ 裏が1枚乗りました。8000点です。危ないのは矢島のこのトン。めちゃめちゃ危ないっていうか、もうトンだ。トン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 。いや、これ地獄に受けたのは、あ、地獄に受けたわけじゃない。どっちも一番地獄に受けてるな。受けてます受けてます。トンが2枚切れ。やっぱ矢島狙いだよなこれ。持ってるでしょ自敗を。うん、で今切れたばっかだからね。トンだよ。え、これ麻雀うまチーチチートイドラドラ。8000点菊池流りです。え、怖っ。麻雀うまっ。早速1回戦目対局スタートです。相手目線というか、その小川さん目線で見、あの、あ、出ちゃった。はい、小川天杯でリーチと行きましたが、うん、トンは健太のあたり出るよね。はい、リーチとドラさん8000点です。さっきの読みプラス相手がライバルだったっていう。ああ、なるほど。沢の角田に積もりました。リーチピン普通も裏は乗らない。1300は1500オールです。嬉しいね。嬉しい。今のはこのケン、ね、みんなが警戒していた健太さんのつもぎリリース、うん、めっちゃ怖いですもんね。いや、あそこだけはもうドボンテだみたいな。うーん、なかなか残ってるんじゃないですか。あーこれは角谷です。タンヤドラさん1万2000は12900、大きな上がりです。はい、結構うん行きたい局面ではありますね。いった。これは健太の上がりとなります。リーチピンフイーペイコ裏が3層だ。8000の上がりです。うん、あ、9枚引いたらこれはリーチでしょう。立花の上がりとなります。リーチ吐く。テンパネですね。裏は乗らない。3200です。うん、これ手替わり待ちがうまくいきましたね。はい、周りからはトンが見えてないのにもかかわらず、はい、あ、出た。ローピンだ。小川流り。チュンドラさん8000は8300です。これ激痛だね。中筋だ。数ピンが全部見えて9ピンが通ってる。うん、小川さんが2ピンとか重なった時だけ出る可能性あるか。うん、あー、2ピン引いちゃったよ。あー、いやー、角谷の上がりです。リーチドラさん8000点。うん、これね、はい、リーチ前にチーピン切られてたんで、イーピンとチーピンの筋になっちゃってましたね。はい、これは厳しいな。今とタリアンもありますが、リアンソン押した。角谷の頭跳ねですね。あ、裏さん、リーチ裏さんだ。8000、角谷8000の大きな上がりです。何持っててもおかしくなさそうっていう読みはできそうです。積もった。はい、角谷数ピン積も上がり。単位を積もイーペイコー2000は2200オールです。これは結構なかなかの加点ですね。はい、なんだ、積もった。立花の上がりです。なん、テンパネ400700は3分馬ですね。700点、かわしきったな。はい、ウーソーも別に通ってるわけではないんですけど、三蔵のチャンスでパーソー取ってると。はい、あー、一発で9層が出た。小川流れです。リーチピンフ一発ドラ8000点です。3ピンをね、立花が最初の方に回ってきて、おー、ローソー積もだ。角谷リーチ積もドラさん4000は4300オールの大きな上がり。トップ目からの大きな加点です。そうな、おーっと、うーそうだ。ケンタの上がり。リーチドラ裏が1枚乗りました。
5200は6700。大きいですね、この裏位置はね。はい、なんかなあ、パーソ自分で引いた。なんかこれはすごくすごく広い陳列のテンパイです。これは何を切るんだろう。まず何を切ればいいんだ。リャンゾを切ると、はい、多分イーソーがないんだけど数値イーソー待ちみたいな感じですね。あ、はい、数層とかを切ると、はい、リャンゾー三層の形になるのかな。うん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 。ただイース層はなんかめちゃくちゃ切りづらいじゃないですか。いや、そうですね。多分リャンゾー切りとかになるんじゃないかなと思うんですが、はい、リャンゾー切るとスッチしそうですね。リャンゾー切ってそれにしましたね。はい、イーソーが4枚使いなんでってことですね。あ、急須のトーナ立花リーチツモイーペーコ、これは乗らない。2000は2200オールです。あ、当たり前じゃない。そうだ、立花の上がりリーチピンフドラ裏は乗らない。5800は7300。うん、そうだ、これは立花リーチピンフ裏が乗った。5800は6400です。裏大きい。結構大きいですね。はい、立花背底ツーピン。あ、いた。立花背底でつも上がりました。リーチツも背底裏が乗った。4000は4300オールです。嬉しい。なんか漫画って久しぶりに見た気がするんですよ。確かに。ヤンマン一発。ヤンマン一発。リーチ単葉ピンフ一発。裏はなし。8000点。ケンタの上がりです。いやー。終盤にバタバタとテンパイが入りましたね。はあ、そうなりますよね、さすがに。ちょっと笑ってません。なんて思ったぞ。いやー、だってしょうがないよ、これは。こっち手前ですよ、なんだなとだな。これでもね、どっちかって言ったらケンタに危ないと思ってんじゃないかな。パーソー角谷メンタンピン裏乗ってるない。裏メンタンピン裏12000角谷の上がりです。ただローマンポンしなかったらね、6000オールもらえてましたから。あ、そうですね。1回戦、対局開始となります。泣けるけど、安牌ないか。あー、ペース持った。山1積もった、リーチ積もチート1、ドラドラ、6000オール。あー、みんなが切らないなら俺積もるわと。1枚と、ここの菊池に1枚と、うん、あれ危ない。あれ、ローピンタン切って、ちょっと待ってください。ローピンタン切って、これ宮崎の明かりだ。菊池の宝珠チートイドラドラ6400は7000点。さらに供託1本ゲット。菊池誰かが上がってって言ってましたけど、このパターンはどうなんですか。いやー、打つならもうちょっと安くしてほしかったじゃないですか。ジャンプぐらいだったら ね、なんかいいですけど、64、うん、宝珠だとちょっと着ダウンも見えちゃいますよね、うん、さあ2枚あるよ、積もった。さあこれでリーチツモピンフドラ裏も乗って4000オールの上がり。宮崎が2局でかなり上に上がってきましたよ。うん、素晴らしい。さあ飛んだ、真田の上がり。本一背底1300-2600は1600-2900の上がり。はい、さあウーピン積もった。さあ菊池の上がり、リーチツモ単葉ピンフドラ裏は乗りませんが2000-4000の上がり。はい、今ね宮崎来た。さあ3ピン積もった。小山やっぱり強い。リーチツモ浦さん、ナイス。4000は4100オール、一番嬉しい。ウーピンを積もった。さあこれはトンダブトン初
不跳ねして2600は2800オール一番嬉しいところ積もった大きい。さあただ積もだ。さあこれ宮崎の上がり南中本一4000は4300オール、はい止まらない。E ピンは4見え、やはりアピールがいった。さあこれは真田が山にないところからなかった、リーチチートイツ裏裏1万2000点でかい。嬉しそうではない、今日苦しい展開だから。いやでも嬉しいでしょう。そして菊池はかなり手痛い補充となった。うーんドラ切ってまで行くのかっていう。ああもうそんなこと考える人なかった。初ドラさん2400は2100、人大正解だ。はい23とかあと78、うん、あーチーソーだ強い。さあリーチツもドラ裏は乗った。2400は2100、4100大きいですね。はい切るもあるんだねこれ。あー切った勝負だったんだね。さあこれは菊池の上がり、リーチ一発単野をピンク1万2000点、うん、勝負に出たね。1万2300、ここは自身で決めなきゃいけないと。キューピンだー、そんなー。さあこれは真田からロンの声、リーチピンク3色裏は乗りませんが8000点。あ今度スーピン、スーピン現物。ああおーキューピン一発も山一でしたよ。一発ほんとリーチ一発もドラ裏は乗りませんが2000、4000強い。ラスハイ一発もこれは真田の流れかねえ。入り目だよ。わあ積もった強い。さあリーチ積もピンクドラ裏裏裏6000オール来ました真田。とどまることを知らないね。わあそんなミスチル感がある上がりねえ。果てしないよこれ。いや6万点超えました、ね、さあこれは真田の終わらない旅が続きますよ。これはやばいよ。はいまだまだよ。あ3万だ。わあなんとこれは菊池の上がり、メンホンチートイツ8000は8600。痛い。あー積もった。さあリーチツもタンヤを裏大事だよ。裏違うリーチツもタンヤをドラドラ、うん、裏は乗らないですがこれは4000オール、はい、がほぼ明確であると。あー積もった。菊池ダブナン本一2000、4000立花痛恨の着弾ねえ。第8節シータク1回戦スタートです。2対1ですね。2対1か。うわっ掴んだ。なんと最後のスーピン。じゃあ噛んだな。リーチ順ドライチ、そして浦和なし。ただもうこれ不跳ねするので、はい、9600あります。もとさん裏裏だったから見合ってましたね。だというのはでもトイトイ変化ありますからね。ありますね。なんと一発ツモだ。リーチ一発ツモドラ1裏はありませんが2000、4000、やるな。2200、4200のツモ上がりとなりました。やるなシルバー裾が切られているのでトイトイドラドラはないと。ないとなって積もりました。 CP 仲間ができたか。本一トイトイ2000、4000は2300、4300のツモ上がり。強卓2本もゲット。うわすげえ積もった、リーチ積もドラさん。はい裏はないですが3あんこ、ローマンもあんこですもんね。3あんこがついてなんと跳ね間になりました。3000、6000のつま上がり。これ絶対初ですよ。だって初しか打ってないんだから。いや無理だから一発しかないです。これは痛すぎ。うれいちやばい、うれいちやばい、うれいちやばい。リーチ一発初5200の出上がり、はい、3着でしたね。なんとかつもるか。いや掴んだ。あー浦和だこれは。たけんだよこれ。ターコーが上がります。リーチピンクドラドラ裏裏。え掴んだ。なんと一発
ち一発、メンホン、チュン、そして、ウラウラ倍満になりました。すごい !16000 点え、こんなことあるの？岡間が復活だ。こんなことある？え、マジ？なんと、そして吉田が 13,100 点持ちのラスメに、え、5対1でしたよね。5対1、1が勝ちました。え、さっきも8対4、8対4勝って。出るってこともないし、その場合はそもそも9番球しね。あ、なんだこの段は小川の上がり、メンホンチートイ、8000点。これは止まんないよね。これは止まらないですね。なんだかわかんないですけど、小川は何やってんのか、はい、なんだかわかんないなら遅そうになるもんな。うん、おー、積もったーリーチ、いつもタンヤオ、ピンク、ドラ1、うらはない、2戦4戦のつまがりいるか。おー、いた。うわ、積もった。大川が積もりました。ペドラさん、2戦4戦は2100、4100のつまがり。いや、しぶとい。積もったのは吉田だ。積も300、500は、600、800の積も上がり。ああ。しかも連装、これは宝珠だ。トン。はい。1300は1900。ドイツだよ。あ、失礼しました。2600は3200の出上がりとなりました。タコのメンホンチートイも歩くたと思ったな。わー、3ピンを積もった。リーチ積もタンヤをピンク、1300、2600は1400、2700の積も上がり。これで一旦タコをまくったかな。うん、なんか際どい。イースト元なりケアも入ってるのかな。あ、出また。うわ、来た来た。これね、積もがんなし位置もなくはない。行った、行った。ここはテンパイ取りに行った。あ、掴んだ。え、なんと数層、これは吉田が上がる。なんだけか、でもだけですね。はい、1600の出上がり、まだ5枚いますからね。あ、4枚になってるか。うわー、とんでもないの引いた。でもこれ急層が出ちゃう。急層が出てしまう。これは小川の上がりだ。あ、よかったね、上から乗んなくて。リーチ、ピンク、2000点の出上がり。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。